こんにちは、小原先生です。今回は突発性発疹についてお話をします。今回の動画を見ると、突発性発疹がどういう病気で、どんなことに気をつければよいか、短時間で理解ができると思います。このチャンネルは子どもの病気や感染症について小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは本編スタート。小原小児科チャンネル。突発性発疹について2つに分けて解説します。1、突発性発疹とは。2、おうちで気をつけること。今回はこの順番でお話をします。まず突発性発疹とは何か説明します。突発性発疹はヒトヘルペスウイルス6型もしくは7型に感染すると発症する感染症です。主に生後6ヶ月から2歳頃に発症します。一般的には初めての高熱の代表格であり、熱性痙攣が起こることも少なくありません。典型的には 2,3 日の40度近い発熱の後に解熱し、それとともに体にブツブツ、つまり発疹が出現します。もちろん全員がこの典型的な経過になるわけではなく、かかっても何の症状も出ない場合もあります。診断に関しては解熱後に発疹が出現した経過から診断します。血液検査などでヘルペスウイルスの DNA を抽出することもできますが、基本的には行いません。感染経路は両親の唾液などからの飛沫感染によって感染すると考えられています。潜伏期間は10日ほどです。治療は症状に応じた対症療法を行います。発熱によってミルクや母乳の飲みが落ちている場合、解熱剤などを一時的に使用する場合もあります。次に、お家で気をつけることを説明します。赤ちゃんの仕事は飲んで泣いて寝ることです。つまりミルクやおっぱいをよく飲んで泣いてしっかり寝ることが大切です。これらのことが発熱などによってうまくできていない場合、赤ちゃんがピンチである可能性があります。ですので早急に受診することをお勧めします。また初めての発熱で心配であれば、一度小児科を受診することがお勧めです。お子さんの状況をかかりつけの医師と一緒に経過を見ていきましょう。さて、今回のまとめです。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。